安倍吉郎寺完成11年2月28日、安部屋吉郎寺、吉郎寺ともとは、江戸時代後期の過去である。日本人初の世界一周を達成した津田優と同じ、若宮丸に乗り組んでいた。安倍吉郎次は、享保11年、仙台藩領内の道の区国を鹿郡小竹浜に、生まれた。吉郎次は、完成5年11月27日。 仙台藩の荷物を積んだ16人乗りの若宮丸の船親父として石巻から江戸へ向かった。しかし、若宮丸は潮屋先沖で難破し、漂流の末に翌完成6年5月10日、アリューシャン列島東部の島に漂着した。島では先住民のアリュート人やロシア人に助けられ、 プリビロフ諸島のセントポール島、アムチトカ島を経て完成7年6月27日にオホーツクに着く。ここで生き残った若宮丸漂流民15名は3体に分けられ、吉郎次は最後のグループに加わって完成8年7月3日にオホーツクを出発し、ヤクーツクを経由して12月末にイルクーツクに到着した。吉シ次は イルクーツク到着の時点ですでに70歳という高齢であり、若宮丸の乗組員の中でも最高齢であった。そのためイルクーツクではまともに動ける体ではなかったのだが、他の仲間の負担にならないように、吉郎氏も懸命に仕事を探した。しかし、病気にかかって寝たきりとなってしまい、自分の指揮を悟った吉郎を次は他の仲間たちを呼び、 これは重病なれば、この国にて死ぬであろう。命ながら経て、日本へ帰らむと、朝夕神仏を祈る会もなく、今死ぬことは、残念なり、我死にたりとも、魂だけは、この地を去り、日本へ帰るであらうか。皆も、病気などしないように体を大切にして、命ながらへ、早く、日本へ帰り、我が死したることども語りくれよ。平野城漂流記といった後。 虚ろな声で念仏を二三回と内息を引き取った。残された津田優ら十三人は大声を上げて泣き、その場にいた、ロシア人ももらい泣きするほどであったという。完成十一年二月二十八日のことであった。津田優たちは、吉郎ぎの遺体の湯床をし、棺桶に納め、墓穴の一つを、ロシア人から買い求めた。ロシア政教の信徒ではない吉郎次は、 イルクーツクの町外れ、アンガラ川のほとりにあった、異教徒の墓地に葬られた。墓には、王の重郎が漢字を刻み、表面には、万事マンジナムアミダ仏、裏面には、完成11年2月24日日本国欧州仙台、オシカ軍小竹浜安倍義郎寺73歳と、刻まれた。1886年に描かれた、イルクーツク郊外のアンガラ河藩。 吉郎次の死から100年後の1900年夏、ヨーロッパの司法制度を学ぶために、ドイツに留学していたコミヤミホマツは、帰国の途中で、イルクーツクに立ち寄り、この町に住む、ドイツ人の時計商人ムルケの家に滞在した。その際、ムルケから町外れに、日本人の墓があることを聞いたコミヤは、その墓のある場所まで、ムルケに案内を頼んだ。 案内された墓は草むらに覆われ、墓石にも苔が生えていたが、小宮が苔を払い落とすと、墓に日本語が刻まれていることを確認することができた。小宮の帰国後、吉郎次の墓の再発見は、日本の新聞でも、先頃、小宮大信人検事が、露国万有の際、バイカル湖畔にて、日本人の石碑の騒然として苔虫るを発見し、 苔を払いして改め見るに、その表面に、マンジュナムむ網田仏と刻み、その裏面には、完成十一年二月二十八日、日本欧州仙台町を鹿軍小竹浜、安倍義郎寺十三歳と刻みありし、1九百一年二月十九日付放置新聞、バイカル湖畔に、法人の石碑と報じられた。第二次世界大戦後、イルクーツクのこの墓地は、公園として整備された。 その際に整備に当たったのは、シベリアに抑留された日本兵たちであったが、墓地には、日本人の墓らしきものは一つも発見されず、現在、吉郎次の墓所は再び行方不明となっている。ありがとうございます。